現在気温が 16.2 度、路面温度が22度と発表されました。ここからは生放送でお送りしております。現在の順位です。ジャガーがトップ、その後はオムロンポルシェ、マツダコレクションポルシェ、マツダコレクションポルシェ、第5位がプロムエポルシェとポルシェ勢が続きます。第6位にカナンバー61番のソーバーメルテスが入っております。アドバンアルファ、カヨソニック、日産、日本勢第8位で頑張っています。その後はロスマンズポルシェ、日赤トラストポルシェ、レイトンハウスポルシェと、ここでもポルシェ勢が続きまして、スパイスコスワース、これは C2 カーが第12位で検討しております。現在レースがスタートしましてから4時間38分12秒を経過しております。レースは190周目に入っております。トップを行きますシルクカットジャガーです。チーバーのドライブです。藤田さん、はい、シルクカットジャガー、去年のチャンピオンが安定した走りを終始見せておりますね。そうですね、やはりチャンピオンカーとしてね、今年もこの富士をね、本当思う存分走ってますね。一方もう一つの横綱ジャッベンツなんですけれどもね、はい、なんかもう一つ本来の走りを見せておりませんね。そうですね、こう日本に来てからね、ちょっとトラブルがいろいろあったみたいで、完璧にそのトラブルをね、抑えきってないっていうか、調整しきれなかったみたいですね。で61番のベンツがですね、途中ことにしまして何かトラブルがあったようで、その時のインタビューをですね、高橋二郎さんにしてもらっておりますので、ちょっとそこら辺リポートしてもらいましょう。です。先ほどのですね、ベンツはですね、ワイヤリング系ですね、電気系のトラブルでですね、ちょっとタイムロスしてしまいました。電気系のワイヤーを修正して、それでまたピットからスタートしてきました。今はフロムエがね、ちょっと危なかったんですかね、藤田さん。そうですね、ちょっとスピンしましたね。そう、これはベンツですね。ベンツですね、はい、第1コーナーですね、これは。はい、これは何かとこの車ですね、ゼッケン10番ケンウポルシェですね、はい、これと接触したんですね。はい、ということでこれも VTR でご覧いただいているわけなんですが、メルセデスも現在コースアウトしております。現在正式にリタイア届が出たマシンが10台です。コース上には25台の機能が立っているということになります。現在トップのシルクカットジャガー、はい、第2位のオムロンをだいぶ離してますね。そうですね、約1周近く離れてると思うんですけど、正式には42秒っていうことは、そうですね、半分以上、ね、1周の半分以上離しているということになります。1周にはなっておりません。やはりね、このオムロンもですね、まだもう一度ピットインしないといけないと思うんですよね。はい、おっと、今のはマツダコレクションポルシェですね。かなり煙、おっとターボがいかれ、ターボですね、これ現在第4位のマツダコレクションポルシェ、はい、これタービンがいかれたと思います。ターボの生ガスが出てきた場合はよくね、火が吹くんですけれども、そうですね、これはね、タービン自体が壊れて煙じゃないと思いますね。マツダコレクションポルシェもツーカーエントリーでよく検討してですけれども、そうですね、ちょっとおかしい。これでピットに入ってくればまずリタイアということですね。はい、ということで煙を吐きながら今走っておりますのがカーナンバー7番のマツダコレクションポルシェ、一方こちら側はシルクカットジャガー。先ほども言ったようにね、このオムロンはね、もう一回ガス給油しないといけないんですよ。はい、ジャガー自体はね、もう全然こうガス給油しないでそのままチェッカーまで走りますからね。現在193周目に入っているんですが、このジャガーは150周目と188周目に入っておりますから、はい、もうガスチャージの心配はありません。現在第2位のオムロンポルシェです。そしてシルクカットジャガー、もう貯金はですね、大体2周から3周近く、ジャガーは持ってますね。はい、
石川さん、ピットの唐沢ですが、はい、唐沢さん、独走体制に入りつつあるシルクカットジャガーなんですがね、188周目のピットインの時までにトータルで409リットルのガソリンを使っています。あ、なるほど。1周あたりですね、およそ 2.1 リットルの消費ということになっていますね。おいい燃費ですね。そうなんですよね、はい、その辺のことも含めましては渡辺亜紀さんがチームの監督にお話を聞いてきていますので、どんな話でした？ウォーキンショーさんにお聞きしたところ、これからの先はどうかとお聞きしましたら、もうこれからも前と同じようにとにかくできる限り早く走るのみということで、でもだいぶ自信がありそうなお顔でした。こんなところです、石川さん。はい、わかりました。まあ、かつてのジャガーっていうのはリタイアも多かったんですけども、藤田さん、はい、最近は本当に安定してまいりましたね。そうですね、7リッターになってからっていうのはちょっとこうリタイアする機会が、ね、少なくなってきてるし、もうタイム的にもね、どんどん稼いでますからね。はい、さあ、これが先ほどのマツダコレクションポルシェの7番車なんですけれども、放送席、はいはい、ピットの高橋です。ただいまですね、4番を走行してました7番のですね、マツダコレクションポルシェがピットインしました、はい、カウル外したところ、カウルの内側はもうべったり油だらけです。左側のですね、タービンの周辺から油が完全に燃えてます。それがですね、タービンの焼けた、タービンに焼けてですね、あの白い煙を出している、ドライバーも完全に燃えてしまいます。これは完全にリタイアだと思われます。はい、わかりました。高橋二郎さんでした。佐田岡さんね、はい、シルクカットジャガーのこういう走りをご覧になっていかがですか？一定のもうリズムを持ってますよね。そのコースをなんていうか弱めるとか弱めるフルアクセルするとかフルアクセル、もうリズムに乗って走ってますよね。はい、でも藤田さん、はい、やはりこういう終盤になりますと車もそうですけど、ドライバーもそうなんで、いろいろトラブル出てくるもんですね。そうですね、トラブルでこう走るというのは非常にこのやはり難しいことっていうのは分かりますね。やはりね、これは完全な、ね、チームワーク、もう監督以下ね、全員メカニック自体が全部がね、こうピシッとまとまってこないと完璧なレースっていうのは行われないんですよね。コース上を見てみましてもね、はい、スタートした車が残骸のように横に、ね、並んでいるソファをですね、ものすごいスピードで走り抜けていくわけで、かなりやはりもう走ってきたなというような感じは伺えます。レースは195周目に入っております。224周1000キロで争われます。安定した走りを見せますシルクカットジャガーなんですが、カーナンバー2番車は相変わらずこのようにヘアピンのところに置かれたままです。その横を余裕、カーナンバー1番がすり抜けていきます。前を行きますのはミドルタトヨタ、そのミドルタをパスしようというカーナンバー1番のシルクカットジャガー、この最終コーナーがね、ジャガーすごく安定してるんですよね。はい、こう見てもらうとさっとくっつきますよね。はい、これが最終コーナー、はい、そして直線に入ってきております。出ました。ターボの方がストレートは速いんですよね。あ、ですからスイープストリームを使えない。これは先ほどのメルセデスですね。こういう風にブレーキングで、ね、前に行けるんですよね、楽に。はい、シルクカットジャガー快調な走りです。トヨタ勢がかなりリタイアしていく中で、今ちらっと映りましたミドルタトヨタが頑張ってますね。そうですね、なんとか走ってるって感じですけどね。レースは196周目、マツダコレクションポルシェはまだピットインしたままです。もう完璧にこれはリタイアですからね。はい、はい、一方これは日産カルソニックです。現在日産カルソニックの順位は 1,2,3,4,5,6,7,8 10位ぐらいですね。もう1台入ってきましたね。はい、サスエミの方ですね。今から誰が乗るんですかね。鈴木アグリですかね。カセミと鈴木アグリのマシン、日産カーナンバー32番 R883 もピットに入っておりまして、ドライバーチェンジするかもしれません。
鈴木亜美と長谷見雅彦のコンビは予選はもう本当に素晴らしいタイムを叩き出していたんですけれども、序盤で ですね、ちょっとしたトラブルが起きましてね、まあ、100R の出たところで止まってましたけど、なんとかピットまで帰ってきて、レースに参加してるんですけど、はい、まあ、このコンビっていうのはね、すごい最高のコンビなんですよね。鈴木亜久里が今朝後で言ってました、長谷見さんと僕現在で考えられる日本人同士のドライバーとしては一番速いコンビかもしれませんと豪語しておりましたけどもね、これはパナソニックリンスさんです。この放送は富士スピードウェイから実況生放送でお送りしております。レースは198周目に入っております。シルカクジャガーです。現在はブランドルがドライブしております。もう優勝かっきで今年のドライバータイトルを獲得しています。レースの 30% 乗ればもうその権利はあるわけですから、どうやらこのシルカクジャガーに乗っておりますブランドルのですね、今シーズンのドライバーズチャンピオンは決定しつつありますね。そうですね、まあ、あと最終戦が残ってますけど、まあ、これで優勝すれば、間違いなくチャンピオンというところですね。はい、ヘリコプターが捉えますシルクカットジャガーの映像です。高くトヨタを抜いていくんでしょうか。これが上から見たヘアピンですね。はい、シルカットが高級トヨタを抜いていきました。ヘアピンを立ち上がっていきます。その後3台のマシンが追っているんですけども、あっという間にその距離は離されてしまいました。3台の追っているマシン、これは第2位のオムロンポルシェ、43秒遅れであり、その後続いております。カールを通ってヘアピンです。第2位のオムロン、やっぱりワークスポルシェも本格的に力を入れているだけにマシンも安定してますよね。そうですね、まあ、少しトラブルが出たからねちょっと遅れてるんですけどね、はい、そして特筆ものはこの第3位のクロメポルシェですね、はい、岡田秀樹のドライビング、ちょっと先ほどもね一度試験の入り口で、B コーナーですかね、そこでスピンしてちょっと立て直してなんとか帰ってきましたけど、はい、あれ少しこう安定感が欠けてるかなっていう感じしますね。まあ、以前はねかなり荒っぽいところもあったんですけども、はい、最近の岡田っていうのは状況を見て、はい、その状況に応じた走りができるようになりましたけどね。そうですね、まあ、今回はね海外の外国人相手ということでね、少しちょっと力が入っていないかという気もしますね。あ、なるほど、はい、やはりポールシッターになりましてその後の話を聞きに行きますので、はい、海外の有数なそしてまたこれまでいろいろ名前だけ聞いていた素晴らしいドライバーの中に混じってボールを取るのが本当に嬉しいと素直に喜んでおりました。 そして第4位がマツダコレクションポルシェです。ウィンターのドライビング、現在第3位とは1分11秒の差がついております。トップとは3ラップ遅れ、周回数で3周遅れております。マツダコレクションもこのところずっと安定しております。第5位に横綱ソーバーメルセデス、カナンバー61番のソーバーメルセデス、これもね先ほどミッショントラブルでね、少しピット長く止まってましたんでね、シュレッサーが現在はドライビングしております。何か原因をつかめたということでそれからは会長に、ね、飛ばしてますね、はい、その前が高橋国光ドライブのアドバンアルカ第6位です。今朝もね国さんとちょっと話したんですけどね、最近はねオーバーヒートに悩まされたっていうんですね、だけどここへ来てからそれが解消できたということで、かなり頑張っていけるっていうことを言ってましたからね、はい、30年目のレース生活ベテランの高橋国光2周その前のベンツに遅れていたんですけれどもここでピットインです。これが最後のガス給じゃないですか。そうですね、ちょうど200周を終えたところですから そうですね、あと24周でいいわけです。そうですね、オムロンポルシェも今入ってますし、はい、まあ、2台入ってきたということですね。これはトップへ行きますシュカッチャーが、
そしてこれからピットの中に入ってこようというアドバンアルファポルシェ。現在レースの方は201周目に入っております。トップのシルカジャガー、今ちゃんと布を敷いてやってるでしょ、あれね、はい、ガソリンが漏れても、ね、燃えないようにね、そこへガソリンをなんともマフラーを落とさないようにね、やってますからね、さあドライバーがこの2人なんですけれども、ドライバーチェンジはどうやらあするんですかね、まだちょっと分かりませんけれども、トミさんが行きますね。はい、行きますね。しかしベテランの高橋栗光、本当によく頑張ります。佐藤さんなんかもね、はい、高橋栗光さんのファンの一人なんでしょうね。よく話を伺ったりね、走りをよく見るんですけどね。本当にね、皆さん、はい、50近いベテランですからね。そうですね。これで、最後まで走るっていうことは、まだまだ体力持ってるってことですね。しかし佐藤岡さん、あれですね、レーシングドライバーの体力ってのはかなり強靭なものがあるんでしょうね。なんていうんですか、あんまり力はいらないっていうイメージがあったんですけどね、スポーツジムでね、ドライバーの人がちゃんと体鍛えてね、その1年の計画通りにこうやって体を作っていくというのはね、非常にこう感心しましたね。そうですね、野球と一緒のようにね、やはり1年間体を戻さないといけないですからね、ということなんですけれども、佐田岡さんね、はい、プロ野球の選手なんかは風邪をひいてよくゲームを休むということもあるんですけれども、はい、高橋国光さんがレースに出ていて風邪をひいてレースに出なかったというのは一度もないんですね。なんかあれだそうですね、風もそうやってこう精神力の力である程度治せるっていう話を聞いたことあるんですけど、まさにそういう感じですね。高橋さん の集中力の凄さというのを今のでなんか秘密を解き明かされてくれたみたいですね。あ、そうですか。現在206周目にレースは入っております。トップがシルカッジャガー、その後はオブロンポルシェ、マスターコレクションポルシェと続いておりまして、高橋栗光選手はその後1、2、3、4、5、6第7位につけているということになります。これがシルカッジャガーです。ご覧のようにブランドルがステアリングを握っております。シルカッジャガー 7000cc で12気筒のノンターボ、まさにターボ全盛時代にね、本当に一人で検討していると、 そうですね、そんな感じのジャガーですね。今もねストレートを見ると分かるようにね、もう車が通らないところっていうのはすごいタイヤカスがね、散らばってますしね、あそこの上に乗らないようにこう最後はね走らないと、スピンの原因だとかロングノーズでショートデッキです。この車体デザインはシャシーバランスに大変優れておりまして、トップスピードでもカーブ車に対しましてそれほど遜色はないというのが去年高橋二郎さんも言っておりました、はい、そして藤田さんもそれを実証するような走りだとおっしゃってましたね。そうですね、そのシルカッジャガー、この前の周回で1分26秒ですから、栗田さん、それほど無理はしておりませんね。そうですね、もうあとは224周ですか、はい、おっと、これは、224周走り切るためのこうテクニックで最後は優勝ということだけで、走ってますね、はい、ちょっとスローダウンして止まってしまいました、ヘアピンの立ち上がりですね。高級トヨタかもしれませんが、ただカーナンバーは見ることができません。スイートカーですね、はいはい、マツダのようです。757ですね。これはシルカッジャガー、トップを行きますシルカッジャガー。この後はカーナンバー17のオブロンポルシェ、第3位がマツダコレクションポルシェ、その後はフロムエーポルシェ、ソーバーメルセデスと続いております。
いっぱい使って走ってますね。あそしてこのノッタードの自然吸気エンジンは燃費とそれからあのハイパワーを両立させるためには非常に有利だということを言われていますけども、今のその立ち上がりなんか見ておりますと、それが立証されてますよね。そうですね、やはりね、すごくトルクが大きいと思うんですよね。 7000cc もあるからタンとこうアクセルを、ね、踏めないんですよね、一気に、それをうまくこうじゅわっと見ながらギューッとこう車を立ち上げてくれ、このドライビングテクニックね、はい、やはりすごいものがありますね。はい、GTP クラスで検討しておりました、先ほどちょっとスローダウンしておりましたマツダの757はピットに入ってまいりました。現在レースは209周目に入っております。スタートしましてから5時間4分を経過しております。ジャガーが A コーナーを通りまして、これからヘアピンに向かおうというところであります。現在トップはシルカッジャガー、その後はオムロンポルシェ、マツダコレクションポルシェ、フロムエーポルシェ、ソーバーメルセデスという順位で続いております。現在星野和義がドライブしておりますけれども、はい、第10位で近い順位ですね。はい、まあ、日産もね、この時やはりトップで、ね、チャレンジできる人もどんどん作っていくんですね。これがそのカーナンバー23番のカルソニック日産です。日産ワークスの車です。エンジン自体はもう非常に燃費も良くなりましてね、はい、パワーも上がってまいりましたから申し分ありません。もう少し欲しいですね。一方こちらはマツダの767 GTP カー、寺田洋次郎選手がハンドルを握っておりますが現在14位。まあね、最低重量も軽いこのマツダの767なんですけれども、そうですね、ルマンでも頑張りましたし、はい、今日のレースも健闘してますね。まあガソリン使える量はね一緒なんですけどね、510リッター使えるんですけど、やはりちょっとねロータリーとその排気量の差っていうのはありますからね。はい、フルメーが真ん中黄色い車を映ります。現在はリッケンズがドライブしております。岡田秀樹と組んでおります。スタンレーリッケンズはスウェーデンの出身です。このドライバーは大変冷静なドライバーですよね。そうですね、今日ずっと見てましてもね、やはりタイムもすごく安定してますしね、追い越しするときなんかすごくこう丁寧に追い越してますね。はい、搭載カメラもちょっと曇ってまいりましたけども、これはあのフロントガラスが汚れているんでしょうか。オイルかなんか随分飛んできますからね。そうですね、かなりフロントガラス汚れてますね。佐田岡さんもね、実は A 級ライセンスをお持ちで、こういう経験も他にあるんでしょうね。いや、練習でね、走ったことあるんですけどね、非常にこれぐらいのスピードであんだけ視界が悪いと大変でしょうと思いますね。でもやはりこのハンドルワークの微妙なタッチがよくわかりますね、この車内カメラで。そうですね、はい、もうこれでもね、今の状態でもかなりしこう踏ん張ってね、はい、腕の力いっぱいでこう抑えてるって感じなんですよね。現在第4位を走行中のカーナンバー27番のフロムエーポルシェ、この黄色い車です。やはりビッグパーナルはなるほどね、車をねねじ伏せる力がないとね運転できないんですよね。やはりそれだからこの1年間のトレーニングっていうのは必要になるんでしょうね。そうですね、線から第1コーナーにかかろうという現在トップのシルカッジャガーは213周目に入っております。あと11周ですね、いよいよね。そうですね、そして第2位のオムロンポルシェ、報道主。はいはい、ピットの高橋です。先ほど27番の、ね、フロームエーポルシェなんですが、レース前ですね、森脇監督に聞いたところによりますと、今回は亀山作戦だと言ってました、はい、というのはですね、ワークスカーがワークスチームがですね退去しているわけですから、プライベートポルシェとしては
その1000キロ走るというプログラムをですね完全に立てて、それで最終的に順位を狙うという亀山作戦だと言ってました。なるほど、という高橋二郎さんからのリポートが入りましたけれども、今朝監督に聞きますとね、はい、本音はやっぱり6位以内に入りたいって言うんで、そうですね、ただうちのマシンのポテンシャルを考えた場合10位以内でももう監督としては十分合格点を上げられると思うと、こういう話をしておりましたけれども、現在第4位ですから、これも大変な健闘ですね。そうですね、まあこれで表彰台でもね登れば最高なんですけどね、まあ今朝の盛り上げ師の話はねちょっと甘いなっていう気はしましたけどね、はい、もうやはりねこれぐらいの、まあ、国内のトップ保持できるね、ポテンシャル持ってますから、やはりできれば3位まで入ってほしかったですね。これラッセルカッジャーが、この前の周回のラップが1分25秒です。ベストが1分23秒ですから、終始本当に平均したペースでずっと来ているということは言えます。そうですね、188周目にピットで給油をしております。そしてまたタイヤも交換しているということを考えますと、もう全くトラブルさえなければ、チェッカーを受けるのはほぼ間違いありません。今ご覧いただいておりますのは C2 クラストップのカナンバー103番スパイスコスワーズです。サラザーブがドライブしております。C カー、C2 カーの区分けというのは、これもほとんどねパワーなんかは問題ありませんで、最低重量ということになりますよね。はい、最低重量とガソリンを使う量が違いますからね、やはり C2 になると馬力も少ないということですね。はい、で重量も少ない、C2 カーは最低重量が700キロです。まあ、C1 クラスは850キロですよね。そうですね、でガソリンが365キロ以上は使うことはできません。215周目に入っております。トップを行きますシルカッジャガー。そしてこれはマツダコレクションポルシェ、現在第3位。あ、直線は 1,2,3,4,5,6 台の車です。こうして佐藤さん、直線を見ますとあんまりスピードないんですが、放送席の下を走り抜けていく音はすごいし、またスピードもすごいですね。やはり僕ね、30周ぐらいは目がついていかなかったですね。やっと40周ぐらいでこのスピードに目が慣れたんですけどね。はい、今日はゲストにスポーツチャンネルでおなじみの佐岡昌司さんをお招きしております。ジャガーが行きます。こう遅い車をこう抜くのにね、どこで抜くかって、おっとこれはエアピンです。スパイスコスワーズですね。はい、エアピンですね。はい、ちょっとコースを外れております。スパイスコスワーズ、ちょうど私たちの放送席の目の前です。カナンバー2番のシルカジャガーが止まっております。その右横100メートル近くのところでスパイスコスワーズカナンバー107番が止まっております。これが2位を行きます。オムロンポルシェ2ラップ遅れております。あ、ロスマツポルシェがね、はい、左右のマフラーから火を吐きながら頑張っておりました。そうですね、あれはアクセルをこう離した時にね、生ガスがちょっと燃えてるんですね、ターボから出たら。それほど心配する現象ではないわけです。全く心配ないです、はい、ターボの、ね、熱によってからね、その炎になってるだけだですからね。まあ、かつてロスマンズポルシェといいますとポルシェワークスでおなじみのカラーリングですがね、はい、現在第9位を走っております。カーナンバー99番のロスマンズポルシェ、上から見る絵も本当にいいですね。この一番右上が現在トップを走っておりますシルカッジャガーです。綺麗な走りです。ラインの取り方も本当に無駄がありませんよね。しかしとクリッピングしてね、ここでねあまりね今みたいにね今のライン走るのが一番ベストなんですよね。あれはあまりアウト行くと今度は次のコーナーがアクセルを踏めないってことになりますからね。藤さん、やはり終盤になるとこの走行ラインというのは変えていくんですか。あのね、なるべくねそのみんなが走ってるラインを走るんですね。それ以外のラインを走るとやはりタイヤ数だとかそういうものがたくさん
ありますから滑りやすいってことになりますよね。だからもう絶対にこれここからねスピンはできないし、ちゃんとこうペースを守ってね走っていかないといけないですよね。この前の周回が1分25秒ですから、本当にもう測ったようなタイムできますね。そうですね、もう前がいなくなればね、やはり25秒の前半、24秒後半までいきますからね、もう全然もう他の車と違いますね。でそのシルカッチアガーの対抗馬と言われましたのが相場メルセデスなんですけれども、今回61番車が第5位を走っておりまして、トップとは4周遅れですからね。そうですね。そしてこれが62号車、これが第5位のソーバーメルセデス、現在はシュレッサーです。このシュレッサーは先月のイタリアグランプリでデビューしましたね、 F1 もね、はい、なかなかいい走りしてますよね。佐藤さん、このメルセデスは音がいいですね。そうですね、やはりポルシェ、ジャガー、メルセデス、そのエンジンの音で非常にこう区分けできますね。これは現在第18位の竹富士ポルシェのピットインです。トップを行きますシルカッチアガー、直線です。 1.4 キロの直線を走り抜けていきます。武器のコースもよく知り尽くしております。イギリス人のブラントルがハンドルを握っております。カーナンバー1番のシルカッチアガー、去年のこのウェックインジャパンのチャンピオンです。第2位です、オブロンポルシェ。ちょっとねジャガーと走りが違うでしょ、エアピの立ち上がりなんかね。はい、もうポルシェの場合はちょっと早めにアウトに出ていってますよね。あれがあのジャガーの場合だとちょっと奥に向いてね、アウトにぐっと絡んでいくと、その下の強力のこうパワーの差だと足前のセッティングの差があると思いますけどね。だからそういう走りになってるんですね。はい、ソーバーメルセデストップとは4周遅れです。第2位のオブロンポルシェが2周遅れ、マツダコレクションポルシェが3周遅れ、クロメーポルシェも3周遅れ、そしてソーバーメルセデスは4周遅れであります。現在リタイアを正式に確認しましたけれども、12台の車がリタイア届を出しております。赤ナンバー25番のアドバンアルバです。高橋久美光、高橋久美光は現在トップとは8周遅れております。さあシルカッジャガーが219周目に入りました。ストレートのエンドから第1コーナーです。最初の頃がこの赤ナンバー1番のシルカッジャガー、いまいち調子が出ていないというような感じもこの放送から出しましたが ね、はい、だけどね今ねこのタイムを見てますね、相場はね61番、はい、22秒台で走ってますよ。ああそうですね、この前の周回は相場メルセデスカーナンバー61番は1分22秒907で走っております。この61番です。あのトラブルさえなければね、速さを立証できたと思うんですけどね、あの上位を狙えたみたいですね。さすがメルセデスということで、この意地でもね少しでも差を縮めようというこの1分22秒台のラップですね。そうですね、もう残り周回数少ないんですけども、最後の意地の走りをアピールするようにね、速いんだぞっていう感じが出てますね。そうですね、もうあと4周になります。シルカッチアガー、直線を走っております。220周目に入りました。おなじみのカラーリングのシルカッチアガー、このペースでいくとですね、大体ジャガーを抜くくらいになるんじゃないですか。はい、そんな気がします、これがそのソーバーメルセデスです。日もだいぶ曇
曇り空ではありますが上空西に傾いているんでしょう。ご覧のようにライトを点灯する車がだいぶ増えてまいりました。ちょうど今ヘアピンですね、ジャガーが今多分 B コーナーの方行ってると思いますから。そうですね、ちょうど B コーナーですね、はい、ご覧のジャガー、そして第2のオムロンポルシェ。まあね、今回ベンツは負けたけど俺はこれぐらい速いんだっていうのを本当最後の最後に印象付けてるみたいですね。まあ、佐藤岡さんね、このクロスバイカー選手権というのはスポーツ界の世界一決定戦ということもありまして、はい、メーカーがだいぶ力入れてますからね。非常に熱を入れてるみたいですね、それで見てるお客さんもね、やはりこうなんていうんですか、そのメーカーにかけるね熱意みたいなのを感じますよね。はい、まあ、それぞれファンの皆さんも自分の好みのメーカーというのは終わりでしょうからね、いろんなね、やはりメーカーのジャケットなんか着てね応援してましたよ。はい、現在トップはシルカッジャガー、その後はオムロンポルシェ、マツダコレクションポルシェ、フロムエーポルシェ、ソーバーメルセデスという順位ですが、これはシルカッジです。100R 通ってまもなくヘアピン。この前の周回がちょっとペースが落ちまして1分26秒、もう無理をする必要は全くありません。そして坂を下って B コーナーにかかろうというところです。一方こちら側はオムロンポルシェです。ドライバーの心理としましては栗田さんね、はい、3ラップ離しているということになりますとやっぱりかなりもう安全圏ということは言えるでしょうね。そうですね、オムロンがただね1ラップまで追い上げてはいるんですけどもね、はい、やはりね、こういう場面っていうのはね、もう絶対こう前のこう遅い車を、ね、追い越す時のクラッシュだけを避けたいと言って走ってますからね、やはりそのドライバーとしてはとにかく自分じゃなくて相手がぶつかってくるっていうことをね計算しながら走ってますから、かなり気をつけて走ってると思いますよ。はい、222周目に入っております。トップを行きますシルカッジャガー、オムロンポルシェをさらにまたワンラップマークしまして、ラップの差は2周ということになります。その後1周遅れまして第3位がマツダコレクションポルシェ、今の走りなんかね後ろ姿見ておりましてもとてももう1000キロ近く走ってきた車とは思えませんね。チーバーが出てますね、もう優勝だっていう感じしてますよ、アメリカアリゾナ出身のチーバーです。チーバーの方は今年はハラマ、モンツァ、さらにはシルバーストーンで優勝を飾っております。とにかく過去9戦中5勝をマークしております。去年のチャンピオンのジャガー、今年はこのまま行きますと10戦のうち6勝ということになります。そうですね、ファンでもねチーバー最近乗ってますからね、はい、すごくいい走りしてますよね、レイトンハウス、ポルシェ、さらにはグリーンズ、マルカツ、スパイスなどをさっと抜きまして今シルカッジャガーが映ります。さん、ドライバーの今の気持ちはどんなもんですか。もうこれで勝ったっていう気持ちですね。 あと気をつけるのはもうほとんどこれでもう前に、まあ、ドライバー見えてますからね、ほとんど車がいないし団子状態がないから、これでもう十分ゴールできるというふうに判断してると思いますよ。はい、コース上は現在23台の車とだいぶ空いてきましたしね。そうですね、コンピューターを操作するでもなんとなくゆっくりとなりましたジャガーティームです。コンスタント25秒台で走ってますね、まもなくこのカーブを通りまして直線に入りますが、あと1周ということになるわけであります。さあ直線に入ってまいりました。
すごいスピードで私たちの目の前を走り抜けていきます。トップ行きますシルカッジャガー、あと1周でゴールです。いよいよ最後の1周、224周目に入ってまいりました。佐藤さん、今直線を走り抜けていきましたけども、すごい速さでしたね。あのなんかもう風格さえ漂ってますからね。本当ですね。強さを保持するようにね、目の前を通り過ぎてきましたけど、はい、まあ、赤坂王者はポルシェという決まり文句があったわけなんですが、去年今年とウェッキンジャパンを見ている限りは、藤田さん、はい、完全にこのジャガーが今佐藤さんの風格という言葉で感じましたけども、王者ですね。まさにもう本当このジャガー自体がもう王者になりましたね。ヘアピンを通り抜けていきます。ヘアピンを立ち上がって、これから大きな 250R、 さらには B コーナーにかかろうというところです。さあ優勝までもうあとわずかです。カーナンバー1番のシルカッジャガー、ブランドルがドライブしております。今 B コーナーを通りまして最終コーナー、この最終コーナーを駆け上がりまして、レースが始まってから5時間27分台、チェッカーが今振られました。シルカッジャガー見事去年に続いて2連覇です。と同時にブランドルは今シーズンのドライバーズチャンピオンも獲得しております。シルカッジャガー見事な優勝でありました。正式な時間は手元では、5時間28分05秒941なんですけれども、多分この時間それほど狂いはないと思います。そうですね、はい、その後は2周遅れてカーナンバー17番のオムロンポルシェなんですけれども、こちら側はシルカジャガーのピットの表情です。堂々たる優勝でした。そして風格さえ感じられるという今日のゲストの佐藤さんの言葉通り、本当に安定した走りを見せておりました。さあオムロンポルシェが間もなくゴールします。2周遅れではありますが堂々2位に入っております。皆さん、はい、さすがワークスポルシェですね。そうですね、まあこれは1周、まあ、2周までいかないんですけどね、1周と4分の3近く遅れてのゴールですね。今チェッカーを受けました。そして第3位はマツダコレクションポルシェです。このカーナンバー8番が第3位です。ウィニングランをしておりますカーナンバー1番のシルカッジャガー。本当に素晴らしい優勝でした。高級トヨタをパスしていくわけなんですけれども、トヨタ勢はやはりマシンが当たりすぎたということもありまして、優秀なマシンではあるんですけれども、ちょっと今回は健闘及ばずといったところでしょうかね。そうですね、もう少し頑張ってほしかったですね。はい、優勝しましたシルカッジャガーが今ピットロードを戻ってまいります。優勝がシルカッジャガー、オムロンポルシェが第2位です。マツダコレクションポルシェが第3位、その後はクロムエーポルシェ、さらにはソーバーメルセデス、アドバンアルファ、ロスマンズポルシェ、第8位がレイトンハンスポルシェ、第9位がカルソニック日産です。そして第10位が日赤トラストポルシェという順位です。レースが終わりました。今度はピットの方が大変賑やかになります。まもなく優勝インタビューもお届けできると思います。この放送は富士スピードウェイから実況生中継でお送りしております。